はいこんにちはドラッカーを教えてくれる人を生かす系七つの原則で社長のビジョンを強力に、えー、組織に伝導させ人を生かす成果の高い組織を作る系コンサルタント村瀬光介です今日またドラッカーの言葉をご紹介していきましょう今日の言葉はですね強みを生かすっていうまあ、ドラッカーの最重要テーマドラッカー系との強みを生かす成果を上げたければ強みを生かしなさいってピータードラッガーなんですけどねそれについてのテーマになりますそれでは始めましょう 上司の強みを生かすことは部下自身が成果を上げる鍵である上司に認められ活用されることによって初めて自らの貢献に焦点を合わせることが可能である上司に聞く役立っていることは何かそして邪魔になっていることは何かもう一度行きましょう上司の強みを生かすことは部下自身が成果を上げる鍵である上司に強みを自分の強みは何ですかと聞くことは部下自身が成果を上げる鍵である 上司に認められ活用されることによって初めて自らの貢献に焦点を合わせることが可能である上司に聞きましょう役立っていることは何か邪魔になっていることは何かピーター・ドラッカーはこういうふうに言うんですこれすごく大事な言葉です人が何かを成し遂げるのは強みによってのみである弱みは強化しても平凡になることさえ疑わしいこの言葉どう思いますもう一度言いましょう人が何かを成し遂げるのは強みによってのみである弱みはいくら強化しても平凡になることさえ疑わしい ピーター・ドラッカーの経営というのは強みにフォーカスする経営なんです。人の強みを見ていきます。強みにフォーカスした経営とは何かと言いますとね、ドラッカーの経営ではこういうふうに考えます。人の強みと弱みがあったときに、強みから卓越した存在になる。弱みはいいから頑張ってもゼロ、50点、平均レベルの平均レベルの課長、平均レベルの部長、平均レベルの社長、平均レベルの企業、選ばれないということなんですね。ではなく、ピーター・ドラッカーは強みから卓越した組織を目指していく。 そこで強みをですね組織の中で使い切るということがドラッカー系またビジョンを強力に伝導して人を生かす系を作りたい経営者のこれ非常に大事なマネジメントのテーマになりますそのために何をしなければいけないか強みというのはですね組織の中でみんな分かっているようで分かってないんですあなたの強みは何ですかって聞くとですね私も企業研修幹部研修また社長のコンサルティングのもお聞きしてるんですけどなんとなくガッツがあることですとかですね あの例えばジムの方ですね笑顔ですその強みじゃどうやって使っていいか分かんないですねガッツがあるから見積もり依頼が深夜に来てもそのままその日に出しますとかですね笑顔だからまた会社に来たいと思ってもらいますそういうふうに強みがお客様に具体化される強みを具体化するっていう組織なんて非常に大事なんです強みが分からないければ強みを使うことできないですね強みでなければ卓越できない成果は上がらないのに組織の中では強みが共有されていません 上司部下の関係においても上司は部下の強みが分かっていない部下も上司の強みが分かっていないそのために何が必要かと言いますとねこのドラッカの言葉になります上司の強みを生かすこと部下から見て上司の強みを上司にまた聞き強みを生かすことでしか成果は上がらないあの上司あそこは気に食わないあの部下あそこは気に食わないこういうことでは成果上がらないというんですね上司部下お互いに聞いていただきたいんです上司に聞く私が役立っていること部下として役立っていることは何か あなたたのの強みをもっと生かか。すすめにには、は私はどのように貢献すればいいか成果を上げるこの2つ目のテーマがですね何かと言いますと強みと合わせてこの貢献っていう貢献のマインドがなければピーター・ドラッグはチームでは成果を上げられないっていうんです成果とは何かと言いますとそもそも成果とは自分のやりたいことをやることではありません組織チームに求められることを果たして初めて成果がありますよね私はコンサルティング企業研修多くの企業さんでさせていただきます お客私がお話したいことではなく組織によってもちろんお話変えます組織が求めていることクライアントが求めることに応えること貢献意識がなければ成果上がらないんですテーマ大事なことは貢献と大事なポイントは貢献と強みなんです上司部下の関係でも同じです上司の強みを生かすことが部下自身が成果を上げる鍵だとしたら上司の強みを認識した上で上司にこれも聞いて。 自分自身がその強みに役に立っていることは何か上司に向けて役に立っていないことは何かというのを聞くことで貢献を中心にした上下関係えーチームマネジメントの関係になることができますこれ上司も部下に対して一緒のことをやっていただきたいんですよね部下の強みを明らかにした上で部下の強みを言ってあげた上で部上司自身が部下の強みを生かすために役立っていることは何か邪魔になっていることは何かお互いにこれ相互聞き合うことで相互の貢献関係チームというのは上司部下 これどういうう。い関係でしょうチームのミッションビジョンの遂行に向けてお互いの強みを生かし合い人を生かす組織を作るという貢献関係を作る必要がありますそのためには両者が強みを認識し両者が貢献を意識しお互いに聞いてビジネスを進めなくてはいけないこれこそがコミュニケーションの前提なんですお互いの強みが分かっていないお互いにどこを貢献してどこが邪魔になっているか分かっていない貢献を意識できていない 強みと貢献が意識しししていないいななとところろに成果なしよろしいですか強みと貢献が明確になっていない組織に成果なし、えー、これをもう一度ちょっとえドラッカーの言葉で振り返ってみましょう上司の強みを生かすことは部下自身が成果を上げる鍵である上司に認められ活用されることによって初めて自らの貢献に焦点を合わせることが可能である上司に聞きましょうまた部下にも聞きましょう役立っていることは何か邪魔になっていることは何かその人の強みを爆発させてもらう上で でもう一度先ほど私が言った大事な言葉もお話ししておきます。人が何かを成し遂げるのは強みによってのみである。弱みはいくら強化しても平凡になることさえ疑わしもう一度い。弱みはいくら強化しても平凡になることは難しい。ということは弱みに集中せず強みに集中し強みから卓越した存在を目指しなさい。弱みから成果の出なない平凡な 部長、課長、課事業部長になるのではなく強みに集中し事業でも強みに集中させることからこそ組織は卓越することができます強みに集中させることがあなたの人を生かす経営を実施する一番大事な社長としてのポイントになります強みを生かし社員さんの能力を爆発させ高い成果を上げるそのためには、えー、私はドラッカーピーター・ドラッカーの原理原則を組織に宿してもらいます優れた組織とは 優れた経営思考を組織に共有することいいですか。優れた組織、優れた経営とは優れた経営思考を組織に共有すること。だからこそ私はこれ七つの原則というこの産業能力大学の書籍に、えー、まとめさせていただきました。これを実際そして共有し、さまざまなグループワーク、さまざまなアクションプランのシートなどを通じまして組織が実践できるようになったとき。 御社は経営チームが誕生し社長一人で経営することがなくなります経営チームが誕生し非常に起業家的な挑戦する文化になり社員さんに社長のビジョンが浸透し社員さんの心に火がつき高い成果を上げる私のクアさん業界ナンバーワンの組織いっぱいあるんですけどそういう組織に進化しています興味がある方は私のセミナーですね、えー、下の微行欄に書いておきます下の、えー、私のセミナーコンサルティングまた、えー、などを参考にしてみてください、えー、ぜひご参考にしていただけましたら幸いです 本日はご視聴どうもありがとうございました。